池野隆一池野隆一1月1日から1960年1月11日は日本の外交官内閣総理大臣秘書官等を経て東洋拓殖総裁として大日本帝国家における植民地経営に当たった第二次世界大戦後連合国軍最高司令官総司令部により公職追放された長崎県出身池野正五郎の三男 私立小高中学校を経て、1904年、東京高等商業学校卒業。外務省入省、1907年、韓国党官附属。外交官及び領事官試験合格の同期に、吉田茂、広田幸樹、武者の工事公共、平田智夫、林久二郎、尾崎人志生などがいる。内閣総理大臣秘書官。 東洋拓殖副総裁を経て、東洋拓殖総裁に就任。日本統治時代の朝鮮や満州国、河北、南洋諸島など、大日本帝国下の植民地経営などに当たった。また1925年から1931年まで、南洋強発監査役を務めており、南洋強発が東洋拓殖の影響下にあることがわかる。 戦後連合国軍最高司令官総司令部により公職追放された1960年東京で死去。ありがとうございます。